東京八王子市の東京富士美術館で、遥かなるルネサンス天正遣欧少年使節がたどったイタリア展が開催されています。どうぞ。9月19日多くの来賓が出席し、開会式が行われました。遥かなるルネサンス。主催者を代表して東京富士美術館主席参事の長谷川理事長が挨拶。イタリア大使館のジョルジョ・スタラーチェ特命全権大使、宮田良平文化庁長官から祝辞が送られました。1582年、天正10年、ヨーロッパ文明の語り部の育成のため、伊藤満書ら4人の少年たちがヨーロッパに送り出されました。本展では天正遣欧少年使節の足跡をたどりながら、彼らが訪れたイタリア各地の都市の美術・工芸品を紹介しています。本展の見どころは、日本初公開となるビアデメディチの肖像と、日本人が描かれた最初のイタリア絵画といわれるベネツィアの画家ドメニコ・ティントレット作伊藤満書の肖像です。約70点の貴重な美術品を通して、遣欧少年使節がたどった国際交流の旅路を追体験できるとともに、当時彼らが訪問先で目にしたであろうルネサンス期のイタリア美術を楽しむことができます。